はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。幕末編続きをやっていきます。もうあとちょっと本丸目指して突き進んでいきます。あ、この蔵って別にさ、こっちからも行けたんじゃん。わざわざ木を登らなくても。で、一回ある程度行ったんだけど逆走してきたから、でもここが開いたんだよね。そう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 。天守一回。ん？天守一回が開いて、どこへどう行けばいいんだこれ。このまま上に行って、ここどうなってたっけ？こっち行ける。あ、で先進める。あ、でここもいたよなこいつ。あ、でおなご部屋で右の方に行かなきゃいけないんだけど、あれここなんだ。これさ、なんかイベントかって思っちゃう、立ち止まると。なんか開く、あ、右から行けそう。え、化け猫のなんか影なんだけど、見たな見たな。影を見ただけだけどさ、え、やばくね。障子、こいつさ、一旦ちょっと障子破壊しとこう。なんとなく邪魔だ、うん。さて、ここから射撃でやつを狙うか。モグラなめ、バフがかかるんだ多分。そうだよね、素早さか。ちょっとレジストがかかってるけどしょうがない。うわ、効かねえ。弱点はなし。食材が引火するんだけど、もうしょうがない。さ、敵にもさ、引火しないの。一角射撃、ちょっとこいつはもうダメージ通らなそうだからな。これダメージ入らないとさ、あれになんないのかな。23ずつ回復していくよ。鬱陶しいからまず食材は倒す。切るか、ひっかき。お、当たんない。では北進ドリュー。あ、ダメだ、レジストかけられてるわ。これもダメか。あ、でも通るな、ダメージは早い、やっぱり強い。そして手裏剣いける？前じゃない。あ、手裏剣当たんねえよ。切るか。じゃあ、あー、12だったでもいけるはず。16、超ギリギリなんだけど。許せ。いや、全然経験値入んねえわ。いや、しかも切ったやつにカウントされないんだ。あれ、見張りがいる。倒しておこう。大した経験値はなしだけど、まあ、一応ね、倒すだけ倒すっていう。真剣なし。許せ。あとさ、この名前忘れちゃったけどさ、こいつってさ、なんかもう現れて多分話すとだよね。なんかそんな気はしてきた。何回も倒すとあるとかあんのかな。弱点あったっけ。ない。回避率が高いとあれだ。手裏剣はかわされちゃうからダメージ稼げない。ってことはかまいたちでいくしかない。火力重視、一点突破。よし、 OK。許せ。全然ダメ。
ないと、うん、これが耐えられないくらいまで、また罠とか最悪なんだけど、別に自分で動いたわけじゃないんで、勝手に部屋から出るから。いやこれさ、すげえ仕掛けだな。諦めよう。合言葉の確認だ。山いいもん。大熊駅、名前だけごっつい。だが所詮はただの藩士。で52か。でもようやく52か。まだまだ全然だな。いた。一回倒すだけじゃこいつ諦めないな。カートを清めて。あれ、ヒット率高い気がする、うん、そうだよね。射撃ふっ。これ強さにさ見合った経験値もらえないからね。人玉だけもしかしたら特別なのかもしんないけど。天守2階、こいつはまだいるし。でも話しかけない限りは敵対しないから、まあそれはいいかな。防衛七郎、あの箱を防衛してたのかな。もらった。貴様ごときの腕で守りきれはせぬよ。いただいていく。鍵縄、ここまで来て鍵縄ってどうなの。こっちか。でオカメさんがいて、お侍の皆さん、おのれくせ者。ファンクラブか。なんだ、なんかやべえやつ来た。あ、何やつ。敵隊員でもハンニャンあるとか、やべえんだけど。やられるぞ。己邪魔立てする気か。かかれ。ちょっと待って、あれこいつ誰、うん、トンチ坊主、うん、意味が分からん。どう切られた。ちょっと待って、 あいつら死んだらさ、てかさ、これ100人切りの人、どう来るか。もうちょっと時間稼ごう。いや行くか。鬼に代わって人を斬る。問答無用か。あれすげえ普通なんだけど。240か。うん、あ、まあ行くな。一つ人の世の悪みたいな。おっ、これって状態異常なんなかったっけ。二つ、うん、全部見たい気がするけど、そんな余裕はないです。そうか。全然経験値もらえねえし、あんま強くなかったし。55人切り、さっきのやつら、あれこっち来たよね、あれ来なかったっけ。いや似たようなところです。天守2階はでも初めてだもんな。あ、なんもない。あれ取ったのか、やっぱり。そうだ、もうあれって左から行ったんだっけ。あれ敵がいる。芋大好き。
名前が坂口自由人だ。許せ。ちょんまげ。これランダムアイテムだな多分。いや待って、でもこっちってなってるもんな。あ、なんか今不殺さず100人斬りみたいなの出てきたな。誰も殺さないでいくか、まあ、むしろ全員殺すかみたいな、そういう世界か。でここはもうかまいたちで肩をつける。かまいたち、囚われの男がもう11レベルになりそうだな。どうせだったらあと1レベル上げていきたいな。あ、ここ結構やばくね。わらわをこの城の姫と知っての牢石かえ。ふん、知らんな。見られたからには生かしてはおけん。誰か助けて。タモレ、これ結構なんか怪しいなこいつ。何？いや。だってこの忍者何なの？どういう立場なのよ。まあ刀を打っておくか。いや一人ミスんな。忍者さすがに早いなっけ。結構食らう。いや回避が高いな。だからかわされるのか。てかこの魔法みたいなのかわされるのちょっと勘弁してほしいんだけど。あ、そうだよな。でも敵能力下げられるっちゃ下げられるんだよな。全然デバフかかんないけど。よし、レベルアップした。万事見にゃわからん。まあまあまあ、ヒットポイントの上がりはもう良くないな。どうする？こやつ。だってなんかもう周りのさ、空気が怪しいもん。ああ、危ういところを助けていただき、なんとお礼を申してよいか。なんとたくましい御仁。どうじゃ、このわらわとちぎらぬかえ。それどっちに言ってんの？俺に言ってんの？見知らぬ男に言ってんの？喜んで。ザレ事を。ザレ事を。これほどこうてもわらわと結ばれるは嫌と申すか。あんまりこうてなくない？喜んで。セーブ取ってねえよ。なんか喜んでとかやりてえだけどな。喜んで。喜んで。絶対騙されてるよ。バカなやつみたいな。ではいざちぎらん。騙されちゃいかんぜよ。こいついなかったらどうなるんだろう。おでに娘がおるなど聞いたこともないがじゃ。謎の女。これ最初のなんか3人衆みたいな。さすが王様が見込んだ男よな。いや、さすがも何もさ。愚かな殿方たち、素直にわらわの申し出を受け入れておればよいもの。これで2人目か。よど気味。弱点はレジストがかかる。あ、いいね、かまいたちいけんな。448、さすがにヒット目とか高い。水にも弱いか。200。このわらわを怒らせぬ方が身のためぞ。もうこれは普通に攻撃していこう。答え回りな。色気、うんうん、期間聞いてる。158やったらいけんだろ。ごめん。よくもわらわをそれなりの経験値を持っていた。これさ、3人全員倒さなきゃいけないとかある？
くとまたいるわ。だってこいつ助けないでなんかこっちとか来れないのかな。どこだこれマジで。あ、上に行けんな。でもあっちっぽいよな。左。いやよくヒアーまで参ったでごじゃるね。ベリータイヤードでごじゃろ。ミーがティーを一服立てるでごじゃるよ。さあ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 さ、座布団へシッダウンするでごじゃる。お茶室？おやおや、ハリアップしてるでごじゃる。はいはいはい、座ろう、せっかくだ。こいつもなんだ、座ってねえし。いや素直な忍びでごじゃるに。バッツ、忍びたる者、馬鹿正直に言うことを聞いてごじゃると、足を救われるでごじゃる。ひどい。これどこまで戻される。またサッチカロの右側っぽくない。同じとこだったし、右だろうが左だろうが変わんねえや。いやここまで戻されたのは結構きついな。いやーし、同じか。ちょっとあそこまで戻ろう。でさっきこっち行ったから、ちょっとおとなしく先の方へ行こう。え、マジか。やはりあのイベントをこなさないといけないということか。ただちょっと待って、こっち上に行ってみよう。金の、え、それでここに来んのか。縄を、縄張るか。もうここはこの風神像とか何なの。触れてみる。おお、またやばそうな炎の像。ということは水に弱いんじゃないか。なんか別にそんなことないな。え、じゃあかとんでもいいんじゃね。20だったらカトンの術。いやー、滅却できないわ。おとなしく水にしとけばよかったか。別に引火することないからな。当たらない、なぜか。見える、私にも敵が見える。カトンの術やるな。切れるか。おさえ回りな、すまんにゃ。レジストっていうよりあれだな、こいつ火は効かないんだな。そもそも水筒はじゃあどうなんでしょうか。ここだと全然入んねえわ。2体水遁の術。あ、もう術が効かなそうだな、そもそも。てか早い、あいつがやられる。カトンの術マジで範囲広いからな。まだ耐えられるはずだ。一発ぐらいだったら残ってるよね。なぜか回復した。はい、つくばってでもお前を倒す。で忍び切りでしょ。ごめん。よしよし、倒せる倒せる。ちょっとあいつは死ぬかもしんないけど。やまったぜよ。大丈夫だ、
これで終わりだ。許そう。なるほどね、そういうことか。で降りてきて、降りてきて、結局こっちからも行けるよ的なあれか。でベリーミーがさあ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 、こっちが正規ルートなのか。このミさあトラップもう、うるせえな信用できんわ。信用できぬ。いやいやいや、ミーの負けでごじゃるよ。やっとティーができたでごじゃりますよ。ところでミーのからくりの数々はどないでごじゃりました。いや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 、からくりはトラップばかりじゃござりませんせん。このミーのビューティフルワンダフォーなからくりバディ、ゴートゥーヘブンのプレゼンツしかと拝むでごじゃる。こいつもあれか、三人衆の一人か。え、いっぱいいる。からくり源内。カトンがどうなの。電極ってなんかやばそうだな。まあいや、ちょっと排除しときたいのは排除しときたい気がする。カトンでどれだけ当たるか。あ、全然全然当たるわ。エレキテル。おお、銃で撃って、よし、あとあいつを倒すだけだ。かまいたちが通れば遠距離行こう。この現代のインテリジェンスお見せするでごじゃる。ほざいてろ。近づく前に肩をつける。何番キセル。あ、何番のキセルってことね。早いな、エレキテル放電。まあまあだな、ヒットポイントが高いくらい。ただそれだけよ。からくりだけあって、ちょっと早いな、やっぱり。でも最後にヒットポイント1。こちらとてからくりの拳銃は持っている。許し通せ。ゼンマイ、なんか鍵だな。マイガー、バディが止まらないでごじゃる。暴走したか。誰か止めるでごじゃる。ん、これゼンマイで、あ、ここなんかあるよ。細い穴、なんかちょっと怖いんだけど。これは入りそう。え、細い穴。小判、これがあれば何でも買えそうだ。ちょ、待て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 。小判を1枚、全然足んなそうなんだけど。あれ、なんか来た。ちょ、待て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 。あれあれあれ、なんかなくなっちゃったよ。わからん。しかもこれいけねえし、後ろに。あれ、閉められた。え、え、あ、なんか変なとこ来たよ。あ、部屋が変わったってことって言った。ちょ、待って、ま、マジでわかんねえ。これか、じゃあゼンマイでも入れてみる。からくりを動かすゼンマイ。え？にゃ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 。敵かよ。からくりまで。弱点はないな。だがしょ、手はからくり。
バラバラになれ。なんもねえんだけど。こやつついてくる。え、からくり。もう落っこっちゃったんですけど。これからくりまでぶっ壊れんじゃね。ガシャンみたいな。またこっから。めっどくさいな、これはもう。いやー、死ぬかと思ったぜよ。からくりまでぶっ壊れたんじゃね、本当に。壊れているよ。え、マジで壊れたんだけど。壊れているよ。何なんだよ、これ、本当に。というところで、では今回はここで終了したいと思います。ちょっと次はもう本丸のところまで上がったところから、始めていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。からくり丸は壊れました。